さて片瀬の島については見たけれど、幸せそうな人が多すぎ、自分自身の嫉妬の感情で思わず言ってしまいそう。おっと、そろそろ江の島に向かってみようかしらね。気が向いたらゆっくりしていきなさい。まるで竜宮城ね。タイやヒラメは舞い踊っているのかしら。でも名物は生シラス。とりあえずね魂。江の島には橋を渡っていくのね。橋、ここで待ち伏せしてみようかな。遥か向こうには霊峰富士ね。確かウプ主たちは何回も見損なっていたのよね。ほらほら羨ましいかしら。この美しさはね魂はね。どう見ても幸せそうで妬ましくてたまらない。ようやく江の島に上陸よ。何かいただいたら帰りましょうかね。嫉妬パワーも充電できたことだし、バッサリカットして。ここは江ノ電江の島駅ね。人がたくさんいるから乗らないわ。少し歩くとそこは湘南モノレール江ノ島線湘南江ノ島駅。帰りはこのモノレールに乗車するわ。これに関しては私も楽しみにしていたのよ。人の多い遊園地に行かなくてもジェットコースターの気分が味わえるわ。レールに車両がぶら下がっている懸垂式のモノレールよ。他には小座式という車両の下にレールがある形式もあるわ。それじゃあ乗車。もうちょっと前にしましょう。この辺でいいか。発車したけど結構揺れるわね。ワクワクするけど妬ましいわね。ここから急勾配あり急カーブありのまさにジェットコースターよ。トンネルもあったわね。ここは目白山下駅。階段しかないバリアフリーとは真逆を行く駅ね。その姿勢がね魂。こんな山の上にも住宅地が広がっているのね。幸せのオーラが漂っていてね魂。
湘南深沢かしら。この子ピンクリボン号なんて名前があったのね。あとは新宿方面に帰るだけなんだけど、15時1分の籠原行きがあるわね。これにしましょう。時刻通りにやってきたわね。どこに乗車するですって。当然グリーン車ね。リクライニングシートに座っていきたいもの。目覚ましいかしら。席はちょっとした個室感が味わえてね、魂はね。まったりくつろぎながら大船駅を発車ね。ここもリア充の縮津横浜だからね、魂。早く走り去ってちょうだい。まもなく渋谷。
降りる準備しないとね。これでよし。何って普通車に乗り換えたんだけど。ご注意ください。だって大船から新宿までグリーンを乗り通すと料金が跳ね上がるんですもの。渋谷までなら安く上がるしね。ミニッチって、ちょっとした生活の知恵と言ってちょうだい。それとも私に嫉妬しているのかしら。渋谷から新宿までなら立ってても問題ないでしょ。でも幸せそうなカップルばかりで妬ましい。ようやく新宿ね。早く帰ってお風呂に入りましょう。今回も人出が多くて疲れちゃったわね。でもあのモノレールはとても癖になりそうね。さて今回のネタマシー動画はいかがだったかしら。江ノ島は一人で遊びに行くには少しあれかもしれないけど楽しめたわね。機会があればぜひ遊びに行かれて生しらすを堪能してみてはいかがかしら。最後までご覧になった方もそうでない方もチャンネル登録をしていただければ嬉しいわ。さすがに私は疲れたからもう帰るわね。ご視聴ありがとうございました。